クロース、ユーロ2024後に現役引退を発表。速報、トニ・クロースが引退。彼はレアル・マドリードを去り、ユーロ2024の直後に引退する。レジェンド。クロース引退間近。これは辛い。嘘だと言ってほしい、トニとお別れしたくない。早すぎる。言葉が出ない。いい状態で辞めたいと言ってたけど、こんなに急に別れが来るなんて聞いてない。クロース大好きだから寂しい、ユーロ優勝してくれ。サウジに行って最後のお金稼ぎしないとこ男。こんなに絶頂期を長くキープし続けて、絶頂期のまま引退するのもクロースらしいな。ドイツを救うために代表復帰して引退するのかっけーよ。CL 取ってユーロも取って引退ならすごいよな。いやだ、やめるのやめろ。